からあと面白いのは露口茂さんの方、いつも僕らテレビで見てますと非常に2枚目で渋いナイスミドルという感じがしますけど、普段も全くあの通りなんですが、ちょっと3枚目なところもあるんですね。2人で例えば本読みの稽古なんかやってます、2人で稽古するんですよと、時々冗談言うんですね、あの顔で。だからもう表紙柱になっちゃうわけですね、僕なんかも。例えば松川君、私と一緒にバーナムへ来てほしいんだけど、なんちゃってなんて言うんですよ、あの人。リハーサルの時にそういうこと言うんですよ。でそれ 大事なシーンなんですよね。僕もね、グッと聞いててね、こらえてね、こう目頭を熱くするシーンなんだけど、リハーサルの時にそういうことをされちゃうと本番でそれを思い出しちゃうんですよ。本番で、あ、またなんちゃってって言うんじゃないかなとかね。あと笑ったりするんですね。テレビって1台で例えばロケの場合撮りますからね。例えば僕と露口さんとこう向かい合ってセリフを言い合ってますとね、まず露口さんの方を撮るときは僕の後ろから僕の頭越しでこう撮るわけです、露口さんの顔のアップを。今度は僕のアップを撮るときは露口さんの頭越しに僕の顔を撮るわけです。すると露口さんその時にどういう顔してるか分かります？笑わすんです、僕のこと。目を寄せてみたりとかね。そんなことするような人に見えないでしょ。最終回では、一番最後のシーン、まあ、ラストシーンで、僕の誰かが私を愛しているという曲の2コーラス目が印象的に流れてくると思いますが、ちょっとここで、ドラマを思い出しながら聴いていただきたいと思います。時まで。